待機児童について保育の現場はどのように受け止めているのでしょうか。仙台市青葉区のクリスロード桜井保育園では0歳から2歳までの19人を受け入れています。すでに定員に達していて現在6人がキャンセル待ちをしているといいます。肌感としてはそう本当にそうなのっていうところはちょっと感じるところはありますね。また家や職場の近くなど希望する地域の施設に子どもを預けたいと早いうちから準備を進める保護者も多くいます。出産前の段階でお母さん方がお問い合わせをいただいて見学に来られてもう仮の予約をされているという形で例年よりも 2,3 ヶ月は早い動きを感じました。6円書いたけれども通らなかったとかあとは自宅の近くだともう通れなかったので勤務先の近くで探し始めましたという方もいらっしゃいました。保護者からも保育所探しについて切実な思いが聞かれました。第一希望で出していた園はちょっと落ちてしまいまして一旦待機児童になってしまったりとかっていうのは何度か2回ぐらいかな。1歳になるともうほとんど枠がないってどこの園に電話しても言われてしまってまあそうですね0歳でやむなく復帰したような形ですね。自分が復帰したい時期に復帰するっていうよりはやっぱり園がないから利用者と受け入れ側の需給バランス、保護者の復職に沿ったケアなど、保育の現場には引き続き課題が残っています。